地を再発掘、まちほれワンワンは肉球ランドの提供でお送りします。あなたの街を再発掘、まちほれワンワン17回目、中山宮本です。早川由美です。よろしくお願いします。ここでメディアスのニュースでも報告がありましたが、この番組がこちらご覧ください、賞を取りました。はい、はい、第1回ありがとうございます。全国で134のケーブルテレビのエントリーした番組の中からグランプリ、準グランプリに続いて審査員特別賞を受賞したんですね。第3位みたいなもんですよ。はい、そうなんです。やっぱりね、もう我々の頑張りというのが、はい、やっぱこの世に認める。いやコミュニティの皆さんのおかげです。何自分だけ行くみたいな収録の時に皆さんに本当に忙しい中集まっていただいてるっていうことで ね、この番組が成り立ってます。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。どうもありがとうございました。さあ、それではこの番組はどんな番組なのか、ちょっと地図の方でご紹介しましょう。メディアスエリアには35のコミュニティがあるんですけども、毎回その一つにお邪魔しまして、その街の魅力をベスト10形式でご紹介していくという番組なんですね、はい、そして今日訪れたのがこちらです。知多市にあるつつじが丘コミュニティです。まずはこちらをご覧ください。知多市つつじが丘コミュニティ。知多市の北部に位置するこのコミュニティは世帯数およそ3000世帯、人口およそ7000人。東西に1200メートル、南北に700メートルほどの、面積は1平方キロメートルに満たない知多市の中で一番小さなコミュニティです。小さなコミュニティ、人口は知多市に10あるコミュニティの中で7番目なんです。というのも、つつじが丘コミュニティの大半は UR 都市再生機構が管理する朝という団地なんです。分譲住宅も合わせると半分以上は団地が占めています。昭和48年に朝倉団地が完成して、団地とともに発展してきたコミュニティです。さあ、それではゲストをご紹介しましょうか。はい、つつじが丘コミュニティ会長の吉野さん、そしてつつじが丘コミュニティセンター館長の平松さんです。よろしくお願いします。お願いします。館長さんと館長さんはそれぞれ任期が、任期は1年なんです。1年目、はい、館長さんも1年目、はい、フレッシュコンビなんですでもまあ非常にね、たくさんの人が住んでらっしゃる、はい、新しいコミュニティ、比較的、はい、ここそもそもは何だったか知ってます？団地ができる前、知らんわな、子供さんたち、山だったんだね。はい、そうです。でその頃から知ってみる、はい、何だった？私は桜におりましてね、でこの山をよく、孫なんか、子供連れましてね、散歩した経験があるんですね。非常に大きな山だったんです。それを見てきたんだ。そうです。はい、母ちゃんもずっと見てて、昔はこんな動物がおったとかある？はい、タヌキだとかなんか、見ましたね。今はタヌキの代わりに人が住んで見えると。そういうことです、ね、今日は佐久間さんにちょっと進めてみたいと思いますが、じゃあ、見ていきましょうか。はい、つつじが丘コミュニティのベスト10から8をご覧ください。ワンワンワン、多くの人が利用しています。つつじが丘コミュニティセンター、平成5年にコミュニティ20周年を記念して建てられた施設で、今では年間延べ6万人もの人が利用しています。利用が多い日は駐車場は通路にまで車があふれています。スリッパもこんなにたくさん並んでいます。この部屋で行われているのは中山健康体操。呼吸を意識しながら体を動かす気功体操と呼ばれる体操を行っています。講師は藤井陽子さん。独自に編み出したこの体操を週に5日もここで教えているパワフルな先生です。参加者も30代後半から80代までと幅広く、たくさんの交流が生まれています。健康維持にも仲間づくりにも役立っているんですね。またこちらは
主に南米出身者の人たちが集まって聖書について勉強する会。毎週コミュニティセンターに集まって夜遅くまで勉強に励んでいます。こういった集まりはブラジルでは教会で行われるそうですが、教会が少ない日本ではここを教会の代わりにして活動しているそうです。この他にもつつじが丘ならではのものが、こちらの子ども日本語教室。つつじが丘小学校に通う外国籍の子どもに日本語を教えています。この教室は去年の4月から始まったもので、2人の先生がつつじが丘小学校の1年生から3年生までの児童12人にボランティアで授業を行っています。主催者の松下さんは海外で働いていた時に現地の人に親切にしてもらったことが嬉しくて、もう数十年もこういったボランティアを行っているそうです。つつじが丘コミュニティセンターはつつじが丘の地域性を色濃く反映し、さまざまな世代の人が利用するコミュニケーションの場となっています。コミュニティ北西部にあるつつじが丘公園。グラウンドゴルフや気軽に遊ぶことのできる広場と、つつじの木で大きくつつじが丘と書かれているこの野球場が特徴。この野球場はセンターまで95メートル、両翼は80メートルという立派な施設。ここで毎週活動している野球チームがあるんです。それがつつじが丘ドリームズ。16年前に地域に2つあったチームが統合されて誕生しました。毎年市内のジュニア軟式野球大会で上位に入賞するなど安定した実力を持つ強豪チームです。現在中日ドラゴンズで活躍している浅尾投手はこのチームの1期生。その他去年ドラフトで巨人に入団した小山投手もこのチームの卒業生なんです。白球に夢をモットーに、つつじが丘小学校の1年生から6年生までの児童24人が所属。チームの方針は挨拶がしっかりできる人を育てること。野球を通じて人間性も成長させてくれます。C の3チームに分かれていて、それぞれに監督がつき、総監督が統括するというシステム。コーチは22人もいて、きめ細やかな指導が行われています。チームにはボリビア人の選手も参加していて、地域性を表した多国籍なチームでもあるんです。今年のチームは守りが主体。左も右も揃った豊富な投手陣に、基本に忠実な鉄壁の守りで戦います。毎週土日に活動しているつつじが丘ドリームズ。ここでは子どもたちが力いっぱいプレーして元気いっぱい頑張っています。プロ野球選手を2人も輩出したチーム。この中からまたプロになる選手が出る日も近いかもしれません。